ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。すいません。今ダッシュで来て、今息切れです。ごめんなさい。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと15分、あと1分。すいません、いきなりでした。すいません。ありがとうございます。ダッシュで、はい。ありがとうございます。すいません、宣伝したのに、もう来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。来てくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。待ってました。ありがとうございます。ちょっと、待たせようと思って、すいません。あ、そうです。今日は、はい。急遽、夜公演に、スクランブル出演をさせていただきました。はい、はい、ちょっと突然でした。あ、もうあと1ヶ月前ぐらいだったので、ちょっと不安もあったんですけど、はい、なんとか無事に終わって、はい、そして私を選んでいただけてめっちゃ嬉しかったです。皆さん今日も来てくださってありがとうございます。公演も来てくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうですねあ、そうですね、あ、ギリギリちょっと、でもちょっと1分ぐらい過ぎちゃったんですけど、はい、ショールームできてよかったです。15分やらせていただきたかったんですけど、あ、そうです、ビブス来てますすいません。そうですね、急遽昼ぐらい、そうですね、それぐらいですかね。あ、皆さん、そうです、今日見に来てください。今日は GMS さんは昼公演と夜公演と2回公演、はい、させていただいて、夜公演に私は、はい、スクランブルで初の、はい、そういうスクランブルで出演させていただきました。はい、見に来てくださった方ありがとうございます。会場まで皆さん本当に今日も温かい、もう声援が嬉しかったですはい、そして DMM でさっき書いてくださった方いた、見たよ、あ、ありがとうございます。見てくださった方もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますいつも応援してくださっている方もありがとうございます。そうなんですよ、チームSさんの夜公演に、はい、出させていただいたんです。あ、昨日の、はい、青春ガールズ公演もありがとうございます。昨日も2公演やらせていただきましたね。本当ですか、嬉しいです。でも、はい、もうあれです、あれですあれです、ないないってはい、そうですよね、すいません、あれですね、本当もうギリギリまでちょっと不安が多かったので、なんか、うん、いつものポジションだったんですけど、はい、スズランさんのいつものポジションやらせていただいたんですけど、1ヶ月ぶりぐらいだったので、そうなんですよ、なのですごい、あ、すみません、髪の毛ボサボサですねなのですごい不安で、なんか本番始まる前にステージ上をお借りしてよく練習させてもらってるんですけど、今日も、はい、させていただいて、ね、なんかそうなんですよ、公演ギリギリのどん調閉まってる時にも、はい、練習をしてたり、はい、してました。あ、前髪いい感じですか、本当ですか、ありがとうございます。でもちょっと伸びてきて、のくるっと前、ちょっとたくさん 巻かなきゃあの目が見えないので、巻くと巻いてるんですが何言ってる巻いてるんですが、いい感じですか。確かに今日はあんまり跳ねなかった気がします。さすがのね、あ、ありがとうございます。キャラがいい、お、嬉しい。
嬉しいです。ナイスアンダーありがとうございます。今日はですね、そうです、はい、なので研究生たくさんアンダー出演をさせていただけて、はい、私と、あ、違うな、りゅうちゃんとイズリンとコハちゃんと私の4人、はい、出演させていただきました。そうですね、4人も初めてですね。コリニャンうれしいです。でもなんか本当に1ヶ月くらい、1ヶ月ぶりだったので、なんかだんだんね、なんやろう私も出演したいなってすごい思ったので、私も、はい、やらせていただけて久しぶりに、はい、幸せでした。はい、嬉しかったです。なんかすごく踊りたかったので、今日はなんか思いっきり楽しめましたね。はい、やりきれました。いつもですね、特にチーメイさんは激しいのかな、なんか髪の毛がすごいぐしゃぐしゃになってしまうんですよ。はい、パレオはエメラルドとか、こう髪の毛をブン、あ、頭をこう振る動作があるんですけど、サビにそことかもう思いっきり やると髪の毛がもう上がった時になんかこうなったりあの髪飾りに引っかかったりするんですよね。でいつもボサボサですボサボサになっちゃいます。嬉しい、いいよ。あ、体大丈夫ですよ、心配してくださってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんも体調気をつけてくださいね。なんかそうなんです、最近メンバーでも結構体調を崩すメンバーも、はい、たくさん出てきて、やっぱクーラーとかかかりすぎちゃうと、はい、崩しやすいので、皆さん気をつけてください嬉しい、鳥肌立ちますか、ダンスメドレー、嬉しい、そんな嬉しいです。今日暑かったですね、確かに。あ、嬉しい、行ってこい今日、あ、そうなんだ、そうなんですね。そうですね、夏バテしやすいですね、しやすい ありがとうございます、嬉しい。東京の方が暑いんですね。名古屋が35度で東京は37度みたいです。東京、え、本当ですね、え、そうなんですね。なんか東京の方が北なのになんでですかねあ、あと5分ですか、早い、ゆっくり話してる間もないんですね、すいません。ほんとやっぱなんか4時間配信させていただいてから、お礼配信のなんかすごい15分が短く感じてしまって全然お話できないなって思いますね。早いですね、夏大好きですよ。そうなんです、今日もあのマネージャーさんから、昨日もいただいたんですけど、あ、違うマネージャーさんからアイスをいただいたので、はい、嬉しかったです。はい、またそのメールも SK48、 あ、写真、あ、メール、なんかおかしくなったあの写真とかメールで SK48 メールさんで送らせていただくので、よかったら見てください、お願いします。いいな、何味、なんかあの、あ、でもこれだけ話して終わらせて、あの次行かせていただきますね。はい、味はですね、なんか表とかがなかったのでよく分からなかったんですけど、残ってるものを選ばせていただいて、なんかでも食べてみたら、なんか
マンゴーの味がしたんですよ。マンゴーの味もしたし、なんかチーズケーキ、レアチーズケーキの味もしたし、あ、そうですよ、あ、話がどんどん、そうです、今日は湯浅さんのお誕生日ですね。湯浅さんおめでとうございます。はい、ちょっとここからですが、はい、おめでとうございます。これからもこんな私ですがよろしくお願いします。はい、はい、頑張ります。すいません、何ですかね、ちょっとアイスはよくわからないんですけど、とにかく何でも美味しかったです。幸せでした。はい、癒されましたね。はい、ということで56分ありがとうございます。57分、あ、じゃあ最後にいつもの恒例の名前を読まさせていただくタイムをさせていただきます。皆さんいいですか、今日はちょっと1分間に合わなくてちょっとだいぶ悔しいですが、はい、見に来てくださった方ありがとうございます。1511人の方嬉しいです、ありがとうございます。講演もありがとうございました。はい、じゃあ最後まで頑張って読まさせていただくんですが、読めなかった方申し訳ございませんが、よかったら書いてください、お願いします。いきます。クニャさん、長屋のあっくんさん、朝マックさん、プンポムラさん、スーさん、デスさん、つりくまさん、つりくまさん、チュリックマさん、プロダイさん、みつひろさん、みかにゃんさん、あやららさん、ラスカルさん、ピコネズミさん、ぴょんきちさん、大吉48さん、ちかさん、のやさん、たかさん、ブルルさん、宮崎49ーさん、のっぴさん、えいりさん、えぐちま、や、つけばんさん、きさらぎしゅんさん、ますみ、しげぽんさん、ひょうがらの帽子のきよぴさん、えいりさん、まりこだまさん、つるぎしさん、あおしさん、ランクスさん、こじこじさん、ももいなさん、いねむり、きょうしろうさん、かまやんさん、わたべゆうたさん、しはいにゃんさん、じんさん、くうろうさん、かつのりさん、みなみちゃんさん、きいろいめがののりおさん、ちゅりっくまさん、たけりやさん、たかもりさん、あやちゃんのパパさん、くのうしゅうさん、きょういちさん、えいじさん、ニコーライさん、みるろんさん、みとさん、アリスのおじさんさん、トッティさん、カズさん、ビッグマンさん、かつのりさん、ラスカルさん、アサマックさん、ヒデさん、しまじろうさん、かんまいんさん、ゴーツさん、よしらきーさん、有本さん、江口まさかずさん、けいすけさん、まーきさん、しえまさん、たかさん、えいじさん、みとさん、まさしげさん、クイトンさん、きょういちさん、いんすけさん、のうやんさん、ラスカルさん、こじこじさん、ひらがな、キャップさん、つけぱんさん、のうやんさん、きょういちさん、中黒さん、しまくまさん、まさきさん、へいがさん、くろふみさん、みくかずさん、まゆきみなみさん、きまぐれ太陽さん、よしてるさん、いんすけさん、みなみちゃんさん、しまじろうさん、よっしーさん、かもみーるさん、げんぞうさん、あやちゃんのパパさん、